続いて JT サンダーズから残念なニュースが入ってきました。日本代表としても活躍した加藤陽一選手の退団が昨日発表されています。かつて日本代表のキャプテンや海外でプレーするなど、その人気実力ともにトップレベルだった加藤選手、2005年に JT として日本人初のプロ契約を結び、第1回の天皇杯優勝に貢献するなど、4年間 JT サンダーズを引っ張ってきました。しかし若返りを図るチームの方針から、来シーズンの戦力構想から外れていました。その加藤選手ですが、広島のバレーボールの熱さは私にとってパワーとなりました。優勝できず申し訳ない思いでいっぱいですとコメントを残しています。移籍先は未定ということですが、今後の加藤選手の活躍に期待しましょう。